を買いに来いというのをケオケケケと言うんです。詰めて言えばケケケ、買いはケで、買うのもケで、おいもケ、髪の毛やっぱりケ、すね毛もやっぱりケ、毛もやっぱり毛。僕の田舎の鹿児島じゃ言葉の語尾が名詞であっても、あら不思議変わります。時計はどこかは時計はどこ、時計を取ってと頼んでみましょうか。時計るとねいろいろありますが、二人はなりにくい、この後喋ります、通訳いたします。お嬢、お嬢、その毛が落ちたぞ。娘さん、テレビが落ちましたよ。あら、そのげが、あら、テレビが、あら、お花咲きかぶりね、どけしもしっちゃったか。お花がおらんとなってから、ここもがっつり寂しいね。どうせ何しようってなるかいって、ほら、失敗しようったぞよ。あら、あなたはどこで何をしてたの。東京おったんじゃんとね、もうほらあっちゃんもうしとこないもんじゃって、いつでもおったね。ほいで下根畑に行ったさね、ほらあっちゃんすや、下根畑に行こうか。下根畑で下根こちょしゃあないよ。なんとはめけて人が見ちょればガッツ下根がね、徐々な口ちになればわっつい無惨だね。人に見られたら困るじゃない。ほはんげよことやんげが徐々なこっちゃろうが、3年ごらんはこっち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 こっ牛はウェーブで、牛の子供はウェーブン子というんです。もう一つついでに言いますと、馬は馬で、馬の子供は馬、美人はよかお嬢、ハンサムよかにせど、おしっこしょトイレはトイレと。ああ、ひんだれた。疲れたな。